今日は何日だっけ？ 11 月23日か。まあ、11月23日休みなので、釣りに行こうと思ってたんですけど、なんか昼間、夕方？だんだんなんか風が強くなるみたいなので、じゃあ早めに夜釣りでももう一回してみようかなと思って、鶴見川に来てみました。今ですね、5匹、5、6匹釣れたのかな？あ、今この大きいのがなんか釣れたんで、よいしょ、わー、光ってる。大きさを測ろうと思っていたんです。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。17センチは超えてるかな？ 17 センチ超えてるようですね。これも一応、よいしょ。よいしょ。この一番上の、これはウロハゼですね。これが一番今釣ったでかいやつかな。こっちのやつも結構でかいですね。1、2、3、4、5、6匹か。今1時ぐらいなんですけど、何時、12時前から、もうちょいやってる。11時ぐらいからやってるのか。1時だから2時間ぐらいですか。なんか最初ちょっとやり方がよくわかんなかったんですが、まあ、まずはそうですね。場所はですね、塩鶴橋が向こう。塩鶴橋が向こうで、その一個こっち、海側の橋が、なんだっけ、塩見橋だっけな。塩見橋で、で、下流の方に行って、あれが、臨港鶴見橋だっけっていうのかな。後で名前調べてもいいんですけれども。その、だから、塩見橋と臨港鶴見橋という、あ、映ってねえか。塩見橋と臨港鶴見橋というののちょうど真ん中ぐらいにいます。ですね、まあ、この間夜釣りで、投げ釣りでして全然釣れなかったんですけど、なんか、昔の、去年のなんか人の、動画かなんかを見ていたら、まあ、延べ竿で、ミャク釣りで普通に釣っていたっていう動画があったんで、まあ、場所は多分この2つの橋の間ぐらいでやってるので、じゃあ同じことやってみようかなと思ってやってみました。ですね、仕掛けは 2.7 メートル。昔、多摩川とか、で、使ってた2点、多摩川とか、大井ふ頭の、なんだっけ、夕焼け渚かで使ってた 2.7 メートルの竿で、普通のミャク釣りかけですね、針が大きいだけですね。重り 0.55 で針数止めに、針が今7号ぐらいかな。まあ、ちょっと難しいですね、このミャク釣りなんですけど、まあ、一応、6匹だけ、7匹だけ釣れてるんだけど、なかなか難しいですね。当たりがすごい小さいです。で、当たりが小さくてですね、で、川にこう、ゴミが流れてるので、全然映んないかな。どうなってんだ。全然こう、まあ、こういうゴミじゃなくてですね、草みたいな、こういう、これ、草が今、ここにあるんですけど、ですね、草とかがどん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 流れてくるので、草が糸に当たってんだか、小さい当たりなんだか、ちょっとよくわからない場合がよくあります。餌は青いソミですね。あとなんかあったかな。で、だから、それから、塩見橋の、あっちの上流の方の塩見橋の方は、なんか、ちょっと深いんですよね、水深が。で、だん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 下流の方に来ると、まあ、浅くなってきてるという感じなので、なので、2.7 メートルだと、その塩見橋の方だと、届かない。そこに届かないようなところがあるので、だんだん下流の方に来て、こっちの、今真ん中に来てます。まあ、とりあえず今、じゃあ、一旦やめて、また、釣り始めたら撮ることにします。これでうまく撮れてるのかな？まあ、なんか、この夜釣りというのもなかなか撮れてるんだろうか。なかなか難しいもんで。最初はですね、なんかその、なんだっけ、底が取れないって。底が取れないし、当たりが小さいし。あれ来たかな？あ、取り始めた。釣れました。釣れた。
映ってんのかな。この角度も変わっちゃったから、どこが映ってんのかわかんない。ここか。よいしょ。どうなってんだ。こっち側か。あれ？光が当たって、難しいな。なんかいろいろ難しいですね。いろいろ難しいです。よいしょ。まあいいや。なんかいきなりです。よいしょ。そのなんか底を取るのが結構難しくて、やっと底を取るのが、底を取れるようになったんですけど。よいしょ。なんか明るい時には簡単にできることが、これもどこが映ってるの？これもこの今までとカメラの角度を変えてしまった、カメラっていうかスマホの角度を変えてしまったので、あれ急がなかったっけ。これでですね、どこが映ってるのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、どっちみち映ったとしてもなんかあんまりよくわかんないんじゃないかっていうような気もするんです。よいしょ。まあ、いや、とりあえず釣れたか。その当たりがですね、非常に小さいんですよ。なんか、もともとっていう感じで。で、とりあえずなんかだから、よくわかんないけど、合わせなくちゃいけないのかな、みたいな、な感じで合わせると連れてたり連れてなかったりということです。で、今で7匹目。まあ、そのシュールな、この映ってんだか映ってんだかよくわかんない、映像をひたすら撮るということという。よいしょ。またそこが撮れなかった。どこだそこは。今そこか。ここがなんか深さこんぐらいで、映ってんのかな？映ってんのかしら？心配なんですけど。映ってんのかしらっていうか、まあ、映ってるのは、その僕が目で見ててもぼやんとした方が竿しか見えないので、多分カメラだったら、まずピントが合うかどうかよくわからないっていう。あとですね、もうちょい向こう行くと、もうなんか浅いんですけど。なんか下、下流の方に行くと浅くなっていくって。これにしてみよう。よいしょ。でも今もう上げいっぱいなのかな。確か1時、あれ来た？あ、来た来た。あ、逃げた。逃げました。クソ。このカメラの位置だとこれは全然映らない。今までです。あれ、なんだこれ？ゴミみたいなのがくっついてる。クソ、逃げましたね、今。今までもこの餌を、針を、なんだ。餌をなんか直してたりするのが映んないんですけど、さらに今カメラが下向きになっているので余計映らなくなりました。クソ、逃げた。あれ？またそこが、わかんない。ここがそこ。今のはちょっとビビらしちゃったかな。結構、なんていうの？バラしても、そんなに、びっくりさせなきゃもう一回食いに来るって結構ハズレではあるんですけど、今のは結構びっくりしちゃったかな。どうだろう。まあ、とにかく当たりが小さいんでですね、あれ、どこら辺だったっけ今、当たりあったの。もうちょこっちかな。なかなか難しいですね。まあなんかその、明日っていうか今日23日の昼過ぎぐらいからなんか夕方からとか天気予報によると風が強くなるみたいなので。じゃあまあ夜釣りに行くかと思う。この間全然ハゼは釣れなかった。なんかうなぎとか、うなぎと、黒鯛、あと、なんかよくわかんねえんだな。あれ、何ハゼだっけ。何ハゼやあれが釣れたんですけど、あれ
そんな単語まで忘れてしまった。じゃ、なんかその集中してないといけないんで、まあ映ってるかどうかなんですけど、まあ映ってたとしても、まあ、一応なんだろう、映ってた。クォークですかね。クォーク。まずそこを取るのが結構難しい。で、一応ですね、なんか、ちょっと距離が離れた。あんまり近く来た。よし。釣れました。結構でかいぞ。あ、早く。あ、でかい。これはでかい。これはでかいです。あ、ウロハゼだ。今思い出した。ウロハゼ。ウロハゼ思い出した。どこが映ってますかね。このライトを当てないといい。ライトとカメラと両方。これはでかいですね。うわ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 。こんな感じです。カメラとライトと両方が大きいかどうかわかんないな、これじゃ。一応でかいんですけど、サイズを測りましょう。よいしょ。よし。まあ、相変わらず足で踏まなければいけないという。また逆になってるし。まあ、逆でも引き算すればいいだけなんですけど。あれ、結ばれちゃった。よ。10センチぐらいかもしれない。20センチかもしれない。お、18センチ。あ、ぐわ。何やってんだよ。よいしょ。18センチぐらいありますね。ちゃんと映ってんのかしら。難しい。18センチですね。さっきの超えたかな。これはでかかったです。さっきのでかいと思います。やった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 。なんか撮影しだしてから好調だな。こんなに、あ、でかいや。これはでかいです。さっきよりでかいです。なんかビタビタしてる感じだな。お、でかいですね。なんかこいつら、ジャンプして逃げてしまうので、あ、蓋をかぶせてます。もちろん向こうに移動した方がいいのかな。今のところ、釣れるのかしら。どうなんだろう。まあ、とりあえず良かったですね。2匹釣れました。なんだろうな。潮とかよくわかんないんですよね。今多分満潮なんだと思う。揚げいっぱいなんだと思うんですけど。魚に聞いてもいつがいいのか教えてくれないので。このようにですね、なんかちょっと、なんていうのかな。今のところまで行こうかな。今のところまで行きましたからね、一回。なんていうのかな。ポン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 ってこう釣れ、当たりがあったと思うと、また全然、今でかいの釣れたのどこですかね、この辺ですかね。ちょっとわかんないですけど。ポン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 って当たりが来たかと思ったら、なんか全然こう、あれ今違うのは違うか。この辺の。あれさっき。18センチなんで、自己新記録ですかね。まあ、一応周りにもちょっと離れてるんですけど。非常に静かなので、僕が小声で喋っていても周りの人に聞こえてるかもしれないんです。ですね。まあ、11時過ぎかな、来たの。11時。家を9時半頃に出てきたと思ったけど、なんかちょっとチンタで自転車が来たくなっちゃった。あれ。よし。多分11時頃から釣りを始めたんだと思いますけど、最初ちょっと、最初ちょっとですね、ホタテでやってて、ホタテでも当たりがあったんですけど、うまくかかんないなとか、まあまあなんか最初そのよくわかんないみたいなやり方が。で、いろいろとそこにつかないとかですね、場所によっては。なんでいろいろと、場所を変えたり、場所変えるって言ってもそんなには変えてないんですけど、ちょこちょこ移動しながらしてやったりとかですね。
で、竿が、クロダイに竿を持ってかれて、クロダイステムは20センチぐらいの小さいやつなんですけど、それに、竿を落とされまして、ここの下のところにこうやって横に置いといたらですね、なんか、かなりだから手前の方に置いといたんですけど、全部持ってかれて竿、そこら辺にプカプカして出したんですね。刺してもわかんない。それでクロダイが釣れて、あとなんか最初にウロハチが釣れたんだよな。なんで最初にウロハチが釣れるんだかよくわかんないけど。なんだったんですかね、最初のウロハチは。さっきどこで釣ったのかわかんないです。まあ、いつも釣り、昼間でさえこう釣りながらなんか喋ってるんですけど、この夜のこのシュールな映像で、僕は黙ってるとなんか何をしてるんだろうみたいな、ちょっとよくわかんない状況になると思って。どこで釣ったんだろう、さっきでかいの。ちょっとずつこれ、潮が流れてるからか、流れてるのか。川だから流れてるのか。でもやっぱりなんか話さなくちゃいけない。ですね。あ、そうだ、今日はなんか起きてっていうか、ね、昼飯を食いに、あれ来たかな？違った。ちょっとずつ移動している。映ってんのかな、これ。まあ、映ってても映ってなくても、ほとんど竿先もぼやんとしか見えないので。多分これスマホもピントも合わないと思うんですよね。昼はですね、なんかもう、松の家に飯を食いに行きまして、どうでもいい話ですけど、まあ、いつもはその松の家の、カツカレーを食べることが多いんですが、なんか、よし、来た。松の家の、これはそんな大きくないですね。あ、ここら辺がいいのかな？映ってるかな？このライトに、はい、これは4、5センチありますかね。ちょっとなんか調子いいな。あそこがいいのか、場所なのかな。どこでも釣れるんだか、どうなんだか。あそこら辺がいいんですかね。よいしょ、さっきのに比べると小さいな。あ、今映ってたかどうか確認しなかったけど、映ってたかな。やべえ。なんかせっかく釣れたのに全部、なんだ。カメラの外で、全然何も映ってなかったらバカみたいな。釣れた釣れたとか言って喜んでバカみたいなんですけど。ちょっと映ってたらよかったですけど、画面の中に入ってくれれば。その松の家の話をしてる場合じゃない。よいしょ。いいですね。好調ですね。3匹？なんか間を置かずに3匹ぐらい釣れた。どうしよう、もう一回あっちまで行くか。なんかこんな感じでちょっとずつ移動しながらやってたりしてたんですけど。それでですね、この荷物を移動させようと思って、置き竿にしたら竿が持ってかれたと。で、リフザーのガイドのところでですね、糸を引っ掛けて、ちょっと向こうから引っ掛けて、あそこのところ、ここの看板のあたりから釣り始めたり、看板のちょっとこっちだったの。あれ？でかいのどこですよ？でかいのこっちで釣れたんだっけ？あ、こっちの方が浅いっつってこっち来たんだ。なんかちょっと習得しつつあるかもしれないな。あ、そうそう。あ、だからどうでもいい松屋の、納屋の話ですが。まあ、あそこのカツカレーが好きなんで、たまに食べるんですが。ちょっと前まではですね、朝の、朝ごはんのメニューの中にカツカレーがあったんで、それが良かったんですけども、なんか今は朝メニューのカツカレーがなくなったみたいでしょうがないから、通常の時間に行くわけなんですが。そうしたらですね、なんか期間限定かなんかで、ささみかつ1本増量みたいな感じで、普通は2本のささみかつがなんか3本になってたっていうので、で、と思ってですね、600何十円か、まあ値段はいいんですけど、680円だったかな、忘れちゃったけど。で、カツカレーにしようかどうしようかと思ったんですけど、期間限定でなんか今日までってか、もうすでに昨日ですけど、昨日までだったんで、まあじゃあ、と思って、ついその、あれ？違うね。これ後じゃねえの。
ついちょっとあれですね、気持ちが迷って、その、ささみかつ3本の方を食べてしまったんですが、とてつもなくお腹がいっぱいになりまして、まあ、ちょっと苦しかったと言ったらそれだけなんですが、あれ、もう釣れねえな。あれ、もうちょい向こうだったけど、これ釣れたんだっけ。ちょっとずつ横に移動してます。ちょっとでも、あの小さいあたりの方で合わせるのが分かってきた。今日風がないんですけどね、ほとんど。夜だけど今日は暖かいっていうか寒くないですね。これぐらい暖かいといいな。この間うなぎ釣りた時はもうちょっと寒かったような気がする。あ、でもあれ朝方だったからな。今1時半か2時ぐらい、1時半ぐらいか。だからまだこれからちょっと温度下がるかもしれないですね。そうね、何の話をしようかな。何の話をしてもいいんですけど。あれ？なんだなんだなんだ。ちょっとよくわかんない。そうなんですが、当たりなのか当たりじゃないのか、ちょっとよくわかんないという。一応同じとこに落としてます。あれ、さっきもなんか値上がりだったの？やっぱりそれでですね、なんか向こう合わせではなかなか合わないので、ビシッとか合わせなくちゃいけないんですけど、よくわかんない。ボゾボゾボゾみたいな。なんかゴミが引っかかったのかなみたいな。で、一応、でもそれでも一応ですね、合わせないと。しょうがない。本当にもうなんだ、ゴツンと、あ、一回だけゴツンって当たりあったかな。あれ釣れなかったのかな、きっと。釣れなかったような気がする。ですね。あ、そうそうそう。まあ、どうせならくだらない話をするとですね。あ、くだらない話でも。まあ、僕はあまり牛乳は好きではないんですけれども。ので、牛乳っていうのは基本的に買わないんですが。ちょっとですね、なんかの表紙で、なんかシチューって、クリームシチューみたいなのをちょっと食べたくなったので、作ろうかなと思って牛乳を買ったんですよ。で、夜中に料理しようかなと思ってたんですけど、なんで、あれ？なんでだ？それもちょっと前の話なんですが。それで結局ですね、でも材料がなんか足りなかったのから、ルーが、シチューのルーみたいなのが1個しかなかったからとか忘れたけど、結局そのシチューを作らないで、カレーを作ってしまったので、牛乳は使わないまま残ってしまったんですね。